ここは図書館？ふんふん、苦心し探した我が宿敵よ。バカバカしい、私に勝てると思っているの？フィッシュルがもう一人いるぞ。あれってお前のか、ゴーゲン？ええ、確かにそういう関係ね。負けを認めに来たのかしら、エミちゃん。あなた、そこのヨガラスケはボスよね。よろしい、私も長いこと待っていたの。オズという大書記官は聖国の栄称を幽夜浄土に持ち込んだと聞いたわ。おそらくあなたのことで。恐縮です、お嬢様。なんであいつのことをお嬢様って呼ぶんだよ。ご覧の通り、あの方もお嬢様です。お嬢様である以上、私のご主人様でもあります。違いますか？筋は通っておるな。幽夜浄土とは、一度入れば二度と戻れない場所。ここに来たということは、私の支配を受け霊属するということよ。オズに至っては、私を不快にさせる予言書を持ち込み、愚かな信者たちにその茶番を信じさせた。とはいえ、オズであることに変わりはない。私のそばに来なさい。フィッシュルはオズと組まない。お嬢様からそのように認めていただき、恐悦至極です。それではお言葉通り、そちらへ。オズ、どこへ行くの？向こうへ行っちゃいましたよ、フィッシュル。あなたが飼っていたカラスですよね。今は私を非難してる場合じゃないでしょ。オズ、何を惑わされているの？彼女の言葉を信じないで。幽夜浄土は自由と演劇の聖地でしょ。大間違いよ。幽夜浄土はそんな遊園地のような場所ではないわ。いい、ここは現実を直視できない人のための墓場なの。あなたはここに埋葬される。そして私は共に作り上げた想像上のオズと一緒に永遠に王城で暮らすの。墓場、あなたが一番知っているはずよ。なぜ幽夜浄土に雨が降っているのか、なぜこの楽土には本物の歌声がないのか。あなたよ、全部あなたのせい。おかしいわね。つまりあなたのせいでしょ、エミちゃん。これほど壮大で虚構に満ちた王国を想像しておいて、結局は耐えられないのね。自分が想像したものに動揺して、いくら逃げようとも自分を変えられないなんて。あなたがここに溶け込めないから、私が降臨してその代わりを務めるの。幽夜浄土はもはや私のもの。あなたに指図する権利なんてないわ。私は、エミちゃん、あなたは軟弱な愚か者。この世界を支配するのにふさわしくないわ。出て行きなさい。おい、いい加減にしろ。見事に自分に罵倒されているようですね。あなた、ずっとこの件で悩んでいたのでしょう。モナ、何ですかその顔は。私、まさか負けを認めるわけじゃないですよね。認めたくないけど、彼女の言う通りかもしれない。いいよ、考えを整理するでござる。公主殿下、なぜここへ来たのか覚えておるか？
カズハ。拙者は稲妻の剣客で、お主の安全を守るために。そしてここにいる皆はお主の呼びかけに応じてやってきたものでござる。自分の墓場を持つっていうのもなかなかクールな響きだな。でも残念ながら竜夜浄土は墓場なんかじゃない。シーン。へえ、友達ができたようね。でもそれで私に勝てるの？私があなたにとっての恐怖と闇である。長年逃れられなかった悪魔、私を前にあなたは何もできない。違う、まだ負けてない。私こそ真の勝者よ。絶対にあなたを後悔させてあげる。焦らず一歩ずつ着実に進め、心を落ち着かせることで勝利につながるでござる。過ごしていたこともある。だって私は現実を直視できない、毎日夢ばかり見ている臆病な人間だったから。けど今わかった。この元凶を目にした瞬間、あらゆるものを理解したわ。そこにある息を呑むような現像を見たかしら。壮大で美しい、それこそが私の想像力であり力の根源でもある。あなたは傲慢に見えるわ。だって暗いものはいつだってそうだから。でもそれは間違っていた。あなたは完全な公女じゃない。私の影に潜む
独りよがりの塵のような存在。あなたこそ負け犬で足を引っ張っている張本人よ。軟弱ゆえにトゲだらけで、臆病ゆえに自暴自棄でごまかそうとしている。さあ返してちょうだい。な、何が。私のものをよ。竜夜城の王者、民、それと私の最も大切な仲間、モズボ。ああ、お嬢様がこれほど凛重に立派なお言葉を話されるとは、真の公女へと成長されたのですね。よくもそんなことが言えるわね、この裏切り者。いえ、お嬢様、私がもう一人のお嬢様についたのは、皆様にあることを証明するためです。ご存知の通り、私オズは断罪の公女フィッシュルに付き従います。しかし私がもう一人のお嬢様についても、お嬢様は自身の身分を見失いませんでした。なるほど、賢い立ち回りでござるな。私の身分、フィッシュルというのは何を意味していると思いますか。ん、これはお嬢様への質問です。フィッシュルは人生の落語者であり、恐れを抱く臆病者よ。いいえ、違います。フィッシュルは私。おお、理解がお早いですね。え、それだけ。その方が正しいのです、お嬢様。フィッシュルは断罪の公女ですが、いつもそうであるとは限りません。時に勇敢で誇り高く、時に臆病で弱いところもあります。フィッシュルはまさにあなた自身です。好奇でありながら平凡であり、腕利きの冒険者なのに友達はあまりいない、不思議な王国の公女殿下。フィッシュルとは臆病であって強き者、他人の戯言を恐れながらも他人に畏敬されることを強く望んでいるお方。そして何より、フィッシュルは常に心の中で自制をし、何度も自分に負けてきました。ですがその度に立ち上がり、自らの歩みを止めてこなかった人です。フィッシュルの名にふさわしい人物はお嬢様を除いて他にいません。この名は複雑でありながら単純な記号であり、夢と自由の素晴らしさを指しています。追従する者がいようといまいと、エミちゃんこそがフィッシュルなのです。フィッシュル、すなわち無意識に資源を心の中に書く賢き者。我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬように、竜夜浄土を作って私たちに居場所を与えてくれたこと、また潜在意識に従って聖国の栄章を書き残し、いずれ光が訪れることを信じさせてくれたこと、感謝いたします。さあ殿下、暗闇を受け入れ元の姿に戻りましょう。フィッシュルの心に戻ったみたいですね。来たか、皆の者。おお、この感じ。ああ、我が進化たちよ、聞こえたかしら、私の呼びかけが。
うむ、聞こえたでござるよ。まったく、元気になった途端すぐ騒がしくなるんですから。オズの言う通り、今日は私が真の心を取り戻し、竜夜浄土へと再び君臨する偉大なる時、今をもって宣告する、竜夜浄土へようこそ。めでたしめでたし。